ナンバーアンダーラインアイの3人は本当にプラス思考で素晴らしい。帰国後のインスタライブが楽しみですが、まずはラで楽しい時間をたくさん過ごしてきてほしいです。ナンバーアンダーラインアイがコーチェラ2024に出演し、世界の舞台で素晴らしいパフォーマンスを披露したことがファンに喜びをもたらしています。この記事では彼らの輝かしい成果と背景について掘り下げ、 彼らの挑戦と成功について語ります。コーチェラという名前は、音楽愛好家やフェスティバルのファンにとっては、夢のような場所を連想させます。カリフォルニア州の大地に広がる砂漠の中で、音楽の共演が繰り広げられる。そして、今年、この偉大なフェスティバルに日本からも特別なゲストが登場しました。平野翔、神宮寺勇太。 岸優ユタからなるナンバーアンダーラインアイです。彼らのパフォーマンスは4月15日のフューチャーアースステージで行われました。そしてこのステージからは彼らの情熱と才能が溢れんばかりに伝わってきました。平野翔は自身のインスタグラムでコーチェラの素晴らしい経験に感謝の言葉を述べ、ステージ上や舞台裏での写真を披露しました。 神宮寺ゆ太も同様に、アドレナリン全開のパフォーマンスを終えた考えを述べ、音楽ユニット、YOASOBI との貴重な写真を共有しました。そして、岸ゆうたも、ロスでの瞬間をファンと共有し、リーダーである岸くんのリアクションに笑いが巻き起こりました。彼らの投稿に寄せられたファンからの反応は、喜びと賞賛に満ちています。 初めての海外公演であるコーチェラに挑戦し、成功を収めたナンバーアンダーライン愛に対する賞賛の言葉が相次いでいます。彼らの熱意と努力は、ファンの心を打ち、多くの人々に夢と希望を与えています。ナンバーアンダーライン愛の成功には、彼らの固い絆と献身が欠かせません。彼らはお互いを尊重し、助け合いながら、常に高みを目指しています。 彼らの挑戦は若者だけでなく、夢を追いかける全ての人々に希望を与えています。彼らの物語は、失敗や後悔を恐れず、夢を追い求める勇気を与えてくれます。コーチェラでのナンバーアンダーライン愛の成功は、彼らが掲げる大きな目標を達成した証です。彼らは環境や困難に屈することなく、夢に向かって進み続け、 世界の舞台で自分たちの才能を示しました。彼らの物語は努力と決意の重要性を教えてくれます。そして彼らの成功は夢を追い求めるすべての人々に勇気を与えてくれます。今後もナンバーアンダーライン愛の活躍に注目が集まることでしょう。彼らの挑戦と成長は多くの人々にインスピレーションを与えてくれます。 彼らの夢の実現を心から応援しています。コーチェラ2024でのナンバーアンダーライン I の素晴らしいパフォーマンスに触れて、彼らの今後の活躍に期待が高まります。彼らの勇気と情熱は、世界中のファンに希望を与え、音楽の力を体現しています。彼らの挑戦は、これからも続くでしょう。彼らの夢と目標に向かって、一緒に歩んでいきましょう。 この興奮と感動に満ちた瞬間を一緒に分かち合いましょう。ナンバーアンダーライン愛の輝かしい未来に向けて心から応援しています。さて、あなたはどのようにこの物語を感じますか彼らの挑戦と成功についてどんな考えや感想をお持ちですかぜひ、あなたの意見や感想をお聞かせください。ナンバーアンダーライン愛のメンバー、 平野翔、神宮寺勇太、岸勇太の3人が4月15日に行われたアメリカのコーチェラフェスティバルに出演し、世界への扉を大きく開いた。この公演は彼らにとって初の海外フェス出演であり、章はコーチャーラら最高でした。見てくれた方に感謝とインスタグラムで感動を綴った。神宮寺もめちゃくちゃアドレナリン出た。 みんなのおかげでぶちかませたよ。素敵なステージに立てたことを感謝です。と喜びを表している。ファンからも初めての景色だったね。見せてくれてありがとうどんどん夢を叶えていく姿が眩しいです。といった歓喜の声が上がっている。ナンバーアンダーライン愛は長年の夢であった世界進出の第一歩を踏み出せたことに。 メンバー自身も大きな感動を覚えたようだ。コーチェラは世界最大級の音楽フェスティバルであり、これまで邦楽アーティストの出演は珍しかった。ナンバーアンダーラインアイが夜遊び等の人気ユニットと共演を果たしたことで、彼らの実力と存在感を世界に示すことができたと言えるだろう。年前からナンバーアンダーラインアイは世界を目指す。 という大きな目標を掲げ、それに向けて着実に歩みを進めてきた。夢を現実化させるための努力は並大抵ではなかったと想像できる。失敗を恐れずに挑戦し続け、ついにその夢を叶えられたのは、まさに彼らの強い意志と向上心の賜物だと言えるだろう。彼らには、夢に向かって諦めずに進み続ける姿勢が備わっている。 苦しい時も周りから不安の声が上がる中でも、ナンバーアンダーライン愛は確実に前進し続けてきた。そのような彼らの姿勢は、夢に向かって歩む多くの人々に勇気と希望を与えるはずだ。ナンバーアンダーライン愛の公演は、実際のステージパフォーマンスはもちろんのこと。メンバー個人の SNS 投稿からも、観客を魅了する魅力が溢れ出ていた。 ショーの低音ボイスによる英語挨拶や3人の元のショットなどファンの心をつかむギャップが随所に見られたこのような彼らの魅力と挑戦し続ける姿勢こそがナンバーアンダーライン愛を支持する大きな理由だと言えるだろうこれからもナンバーアンダーライン愛が世界を目指して前進し続ける姿をファンは心待ちにしているに違いない彼らの初海外フェス出演は 新しい可能性を感じさせる大きなターニングポイントだったと言えるだろう。これからさらなる飛躍を遂げ、世界をも魅了していくことが期待されている。ナンバーアンダーライン愛の今後の活躍にも大いに注目が集まるはずだ。